今回の研究テーマはダックダイブ専攻です。素潜りスキンダイビングでは頭を下に向けたヘッドファーストで潜ることが多いですね。特にウェットスーツを着ている時は浮力がありますから、頭とフィンの重さで体全体を水中に押し込むといった感覚でしょうか。この潜り方をダックダイブと言います。素潜りマーメイドスイムで必要不可欠なテクニックです。浅い水深で泳ぐだけならいいのですが、ダックダイブができないと深い水深に到達するのは非常に難しくなります。今回はこのダックダイブについて考察してみたいと思います。最後に理想のダックダイブ、またダックダイブの達人を見分ける方法をお話ししますので、どうぞ最後までご覧くださいね。こんにちは、素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。マーメイドスイムの必須スキルであるヘッドファーストのダックダイブ、日本ではジャックナイフとも言われますね。ジャックナイフというのはこれですね。真ん中で折り曲げて収納できるナイフです。体をくの字に折り曲げる様子がナイフの形状と似てるからでしょうね。ちなみにダックダイブの英語の語源はダック、アヒルが餌を探して水中に潜るときに頭を下に、足を空中に上げる様子からそう呼ばれていますよ。素潜りマーメイドスイム研究所では、素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験体となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をして当研究所の研究員になってくださいね。ところで、左右の足が独立している一般的なフィンを B フィンまたはバイフィンと言いますね。でもマーメイドスイムや一部フリーダイビングではモノフィンという両足首を固定する独特の足ヒレを使います。ダックダイブは2枚ヒレの B フィンよりも1枚ヒレのモノフィンの方がはるかに難易度が高いと思っています。それはなぜだかわかりますか？今回はダックダイブ専攻のやり方とうまく潜る方法をお話したいと思います。ではやり方です。まず体を90度直角に折ります。えいやと体を力任せに折り曲げるのではなく、先に手をだらんと底の方に垂らして、それに上半身を従わせる方法がおすすめです。頭の重みで体が沈み始めるので、素早く体を一直線にします。この時水底を見ないでください。なぜかというと、底を見てしまうと体が必ず反るからです。反ってしまうと体が一直線にならずに水の抵抗が増します。すると水をかくのにより大きな力が必要で、潜るのが大変になります。この時の視線は壁の方向です。体が直線になったと同時に手で水をかきます。かき方は何でもいいですが、私は前方後円墳型に書いていますね。フリーダイバーはこの形が多いです。前円型にゆったり大きく手を動かす時もあります。そこに頭を激突させないようにすぐに下を向いて底を確認。この時耳抜きをしてもいいですね。そして体勢を整えます。別角度で見てみましょう。まず体を水平方向に浮かせます。そして手を下方向に向けて素早く一直線、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 とにかく一直線の体勢を作る。これが一番のポイントです。そのためにも視線は壁です。海の場合は水底でなく遠くの方向を眺めてください。水底を見たくなる気持ちはわかります。でも首を下方向に向けないでください。で、冒頭に言ったモノフィンの方がバイフィンよりもダックダイブが難しいという件ですが、両足首が固定されていなければ上半身をまっすぐにしたままバタ足をしてそこに潜っていけますよね。でもモノフィンの場合は体をどうしても途中で折り曲げるというか、体をくねらせる必要があります。じゃないとキックできないからです。この時に姿勢を崩しがちなんですね。でも水の抵抗を最小限にするためにできるだけ直線状態を保たねばなりません。これがモノフィンのダックダイブの難しさです。これはもう慣れしかないんですね。何度もやるしかありません。5メートル潜るのにほんの数秒です。その間に体を90度に曲げてとか、一直線にして水をかいて耳抜きしてとか考えてる暇はないです。自然に動けるように何度も練習してひたすら体に叩き込む方式しかないです。そうそう、水底を向かないでと言いましたが、あくまでも潜り始めです。浅い水深の時や岩場、サンゴがある時、また他のダイバーやマーメイドと泳ぐ時は、潜る直前に周りの様子を確かめてください。水底や岩、サンゴ、他の方に頭が激突ということがないように、ある程度潜ったらちゃんと水底を見てぶつからないようにしましょう。
はい、ということでダックダイブについてやり方やコツなどお話ししました。もちろんダックダイブでしか潜ってはダメということではないです。広々とした海や呼吸に余裕があるときは少しずつ潜っていく方法もありです。でもいろんな潜航方法をマスターしておくと、どんな状況でもそれに合わせて自由に潜ることができますからね。そして冒頭で予告しましたダックダイブの達人を見分ける方法、上手な人はどこで見分けるのかというと、潜る時に派手に水しぶきが上がらない人です。本当に上手い人はスルスルーっと水に吸い込まれていくように静かに潜るんですよね。マーメイドの演出としてわざとバシャッと水を跳ね上げるという演技もありますが、潜ろうと思えばいつでもスーッと静かに潜れる、それが達人のダックダイブです。私もまだまだその域には達していません。何年経ってもまだ修行中です。トレーニングあるのみです。ぜひ水の中をご一緒に楽しんでいきましょう。この動画が面白いと思われましたら、見たよという合図代わりに高評価をポチッと押してください。いつも高評価をくださるあなた、本当にありがとうございます。疑問、質問、実験、検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでくださいね。また次回の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。